トイフェル、エルビン・トーファル2011、エルビン・トイフェルは、ドイツの政治家。キリスト教民主同盟所属。1991年から2005年まで、バーデン・ビュルテンベルク州首相を務めた。また、持ち回り順により1996年から1997年に、連邦参議院議長を務めた。バーデン・ビュルテンベルク州、ロットバイル生まれ。 ギムナジウムに入学するが、中等教育修了資格を得て、学業を中断する。上級公務員教育を受け1961年に行政官国家試験に合格。故郷に、ドイツキリスト教民主同盟の青年団ユンゲ、ユニオンの支部を設立し、1964年に、当時史上最年少の25歳で、ロットバイル市長に当選する。1972年に、 バーデンビュルテンベルク衆議会議員となり、市長を退任したが、公認市長は、弟のアルベルトだった。同年、同州のハンス・フィルビンガー州首相の内閣で、内務政務次官、ついで環境保護政務次官となる。1978年、同州セディ衆議会議員団長に就任。1991年1月22日、ロタール・シュペート州首相の退任に伴い、 後継の州首相及び州の党代表に就任した。翌年の衆議会選挙で議席を大幅に減らしたため、トイーフェルはドイツ社会民主党との大連立を余儀なくされた。1996年の衆議会選挙では議席を取り戻して連立相手を自由民主党に組み替え、この連立政権は2001年の衆議会選挙でも勝利した。 1992年から1998年までは、セディの連邦レベルでの副党首を兼任した。州首相の在任中、地域のエネルギー産業や構想局の統合を遂行し、バーデンビュルテンベルク州立銀行を設立、州都シュトゥットガルトに新メッセを建設した。また、行政権限の下への地方自治体への異常を推進した。 しかし財政赤字抑制は達成できず批判された。長い党内対立の後、2004年10月に翌年での州首相と党の州代表優待を発表した。トイーフェル自身は後継にアンネッテシャーバン州文化省を希望していたが、党内投票の結果若手で、州議会議員団長のギュンター・エッティンガーが勝利し、2005年4月29日にエッティンガーに職を譲った。 2006年の衆議会選挙に出馬せず、政界を引退した。退任後の2005年、アビトゥーアに合格していないにもかかわらず、トイフェルはミュンヘン哲学高等専門学校へ入学が許可されたが、大学入学資格の変更の訴求措置によるものと説明された。しかしトイフェルは2007年冬学期に同行を中退した。夫人との間に4時、在任中は、 シュトットガルトにある州首相皇帝に住まず、自宅から電車でシュトットガルトに通っていた。州派はカトリックで、ドイツカトリック中央評議会議員を務めた。トイフェルは学生団 AV チェルスキアチュービン元 AV、チャースソキアトゥービングギン名誉会員、カトリック学生友愛会の会員である。チュービン便元大学、マサチューセッツ大学アマーストコ、ルーマニアのティミショアラ農業大学、 オラデア大学から名誉博士号。名字のトイフェルはドイツ語で悪魔を意味する。トイフェルの辞任が決まった2005年4月19日、折しも新しいローマ教皇にヨーゼフ・ラッチンガー枢機教が選出され、その日のドイツ各紙にはヨーゼフ・ラッチンガーが新教皇に就任、悪魔が辞任を表明という見出しが並んだ。ありがとうございます。